動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。競馬ブックの山田です。研究ニュースの小宮です。今回は宝塚記念を放送するにあたって、はい、調教欄の見方がねとても難しいということ、そういう問い合わせがあるってこと？問い合わせが多いので、調教欄の数字の見方を踏まえながら、はい、宝塚記念の調教を一頭ちょっとピックアップして見ていきたいと思います、はい、で小宮さんに選んでもらったんですけど、はい、どれですか？シャケトラ。シャケトラ調教の動きが良かったと思ったんで、はい、シャケトラを上げてみました、はいはい、でシャケトラのビデオをテーマブックスマートで、はい、ちょっと VTR を見ながらなんですけど、これ新聞の調教欄を出しました、はい、競馬ブックのですが、うん、研究ニュースも、まあ、ほぼ一緒ですね。調教欄、数字がずらっと並んでるんですけど、うん、前走時からの調教のタイムが、まあ、ずっと並んでて、はい、で一番下に書いてあるのが今週の追い切り、助手さんが乗ってで騎乗して21日、うん、シーウッドの不良馬場で6波から87、71、56、41、119、8分馬なりと、8分っていうのは、まあ、コースの回ったところなんですけど、まあ、そういうタイムが書いてます、はい、で合わせ馬の相手、まあ、3頭合わせなんですけど谷のアーバン氏が先行してシャケトラが2番手に行ってて、ちょっと便宜上書いてませんがレッドウィズダムという馬が一番後ろから行ってたという3頭合わせをしましたと、はい、うんうん、いうことになってて、でこれよく見ると今週の追い切りなんですけど、1週前にルメーって書いてルメール騎手が乗った追い切りが、これが1週前になりますよね、はい、でその間にね16日18日とも時計出してて、16日といえば金曜日、金曜日、うん、で18日日曜日、日曜日、結構ハードに時計出してますねこれね。ハードっていうか、うん、まあ、僕が思うに、うん、まあ、オープン場やったらね、うん、ちょっとこう強めっていうか、はいはい、大きめを乗ろうとすれば負荷をかける普通にね、はいはい、これぐらいの時計はかなりハードに追い切ってるっていう感じではないんじゃないかな、出てる、出るということです。まあまあ現にこの先週の前の追い切りでも、ね、うん、この9日っていうのは多分金曜日だと思うんですけど、はいはい、まあまあ15-15っていう、ね、はいはい、大体一波乱を15秒で行くという追い切り、うん、それはやっぱこのね G1 に出てくるぐらいの馬やったら、はい、まあ、普通のキャンターでもこれぐらいの時計は出るということで、はいはいはい、未勝利戦とか、まあ、体力がね、うん、そういう馬はやっぱりさすがにこれだけのね乗り込みっていうのはまだやれないという部分じゃないかなと思う、はいはい、でまあシャケトラに関して言うとしっかりとやってきて、そう、シャケトラの場合一周前のこのルメール騎手が乗って追い切った、ここで結構ややいっぱいってなってるように、うんうんうん、結構ここで負荷をかけて、はい、で時計も早いですね、うん、だいぶで今週は軽めにしたと、はい、これが、シャケトラが勝った日経賞の時と前々走か、うんうん、の時と同じような調教パターン、なるほど、うん、いいパターンでと思う俺はね、うんうん、それは、うん、天皇賞の時っていうのは中4週しかなかったし、うんうんうん、だん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 と調教内容が強くなっていって、うん、最終追い切りがこの14日のこういう時計をマークしての出走、はいはいはい、なるほど、うん、でその分やっぱりちょっと前半力んだ、あ、はいはいはい、そういう部分もあったと思うし、で今回は中7周ぐらいでも当然短期放牧を挟んで1周前にビシッとやって投手はソフトな、はいはい、はいはい、仕上げっていうの、はい、これちょうど日経賞の時買った時と同じような調教で、はい、7週か9週かあったと思うんやけど、戻してきたってこと、戻してきたんじゃないかと、 あくまでも僕は僕のあれで、ね、はい、推測やけど、だからそういう調教方法に今回変えて、はい、だからまあ、ね、この中間やっぱ日曜金曜っていうのもまあ結構出してるけど、それはあまり気にしないでと思います、はいはい、でまあこれがシャケトラの中間の、まあ、調教であるんですけど、今度じゃあ北三ブラックを見てみようかなと思いまして、はい、北三ブラックでここを目標にということで、はい、まあ、きっちりこの馬も、ね、はい、長めから曜日ちょっと書いてきたんですけど、はい、水道水道水水と、うんうん、きっちり6波論から長めの、ね、そうやね、調教をして、でやっぱりこの馬に関しては1週前の土曜日はやっぱりちょっとやってないってことだよね、はいはい、もう14日か、はい、でそこがもうね、はい、この馬も14日か、はい、そこがもうね、はい、もう本当にとにかく、まあ、時計的にも3秒ぐらい違うし、うんうんうん、ここをもうしっかりやってっていうのが今のこうトレンドというか、うんうん、そういう感じになってるのかなって、はい、まあ、仕上がってる証拠という、ね、そうそうそう、だから逆に言うなら、あの投手の追い切りっていうのは、うん、もう時計が遅いなとか思わん方がいいんじゃないかっていうのが俺の意見、うんうん、はい、はい。
はい、ということで長くなりましたけど、これが長距離の見方、宝塚記念にお役に立てればと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。